動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子の馬尾慎です。この旅動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地なんですけども、ここに駅名表を出しているんですが、栃木県宇都宮市の宇都宮駅にいます。この宇都宮からまた新しい旅行シリーズが始まるわけなんですけども、前回の旅行シリーズの振り返りになるんですが、鳥取里帰り編のことなんですけれども、お金をだいぶ使いすぎました。往復の移動費だけで4万5000円使ってしまったので、今回はもう結局助かってて、加えて僕のチャンネルってまだ収益化していないので、アルバイトをしてたんですけれども、 YouTube の創作活動を続けるためになんですけれども、そのバイト先といいますか、会社の方が蓋を開けてみたら、まあ世間でいうところのどこがつく真っ黒企業っていう、で精神的にやられてしまって、気持ちの部分でもボロボロになりつつ、違うアプローチで旅行しようかなと思って今回の旅行シリーズ立ち上げたわけです。じゃあ今回の旅行シリーズ一体何をするのということなんですけれども、前回シリーズでお金使いすぎました。なので今回はシリーズ全体としてとにかく金をけちります。ローコストで低予算でやります。で低予算でやるにはどうしたらいいか、この撮影をしているのが2022年8月なんですけれども、タイミングよく夏の青春18切符使えますんで、これを使って北東北の岩手に飛ぼうと思ってます。で最終目的、岩手の花巻を目指します。この旅行動画のゴールは岩手県の花巻です。でタイミングが悪いほどに台風が来てしまいまして、天気が持つかなと思ったんですけど、電車に乗ってしまえばあまり天候は関係ないかなというぐらいの気楽な感じでいましたので、とにかく青春18切符の場合、特急電車とかまず乗れませんから、各駅停車の旅で宇都宮から花巻まで8時間かかるんです。なので使うのは東北本線1本、福島県の中通りを抜けていくんですけども、中通り使うのは今回が初めてなんですけども、とにかく東北本線1本でただひたすらに北上するという、そういう旅をしていきたいと思います。では、このシリーズ、じゃあ、ただのドケチ旅かっていうと、皆さんにぜひ注目していただきたいのは、このシリーズ最大の目玉の旅行企画は、SL 銀河、来年2023年春に運行を終了してしまう SL 銀河乗ります。青春18切符使えない。このチャンスは絶対ものにしたいと思ってますんで、この旅動画も大事に撮っていきたいと思うんですけれども、このシリーズでは、おしん SL 銀河乗るんだっていうことで、楽しみにしていただければなと思います。長くなってしまったんですけども、宣伝になっちゃうんですけど、もう一つの僕の YouTube チャンネル、バオシンフロントビューの方、最近更新が滞りがちなので、バオシンフロントビュー用に全面展望を撮りながら8時間かけて花巻へ向かいたいと思います。可能であれば夕方には花巻には着きたいですね。というわけで早速今回の旅行を始めたいと思います。まずは1本ゲットです。というわけで岩手貧乏旅行始まります。さて、青春18切符だけを使って岩手花巻を目指す旅がここ宇都宮から始まるわけですが、先ほど申し上げました通り、行程としては約8時間を見込んでいます。ちなみに前方に見える緑色の車両は烏山線の電車です。僕のもう一つの YouTube チャンネル、青春フロントビューでは以前烏山線の全面展望を配信しています。だいぶ記憶が曖昧になっているんですけども、烏山線は駅数が本当に少ないんです。その代わりに縁起のいい名前の駅がたくさんありまして、それが烏山線の特徴になっています。電車は早速宇都宮駅を出発しておりますが、2022年春のダイヤ改正でまた区間の変更がありまして、東京方面から黒磯まで直通運転もあった、そのように聞いているんですけれども、東京からの直通運転は宇都宮で一旦一区切りとなり、また黒磯で乗り換えが発生するという変更があったと僕は聞いています。もし間違っているようでしたらコメント欄にて優しく教えていただければと思います。ではしばらく黒磯までの道中、ゆっくりと全面展望という形で景色をお楽しみください。
した。どうもありがとうございます。というわけで、宇都宮線に乗りまして、駅名表を今出してますけれども、終点の黒磯駅着きました。この駅のことは僕は全く知識がありません。で、まあ、ここから本格的に東北本線乗りたいと思います。今、一番ホームにいるので、あそこに緑の5番、6番ホームですか。そちらに多分乗り換えをしなきゃいけないと思います。まだ始まったばかりですね。岩手貧乏旅行、1日目、花巻はまだ遠いです。4番5番ホームあっという間に着きました。これからこの階段降りてホームで福島行きの電車待ちたいと思います。多分途中の白川で一回途切れると思うんですけども、とりあえずそれに乗ります。嘘でしょ、嘘でしょ、びっくりですよ。次の新白川駅のワンマンが10時22分ですよ。まだ50分まあね、こういうことあるんですよね。青春18切符だけで東京から実家の鳥取まで帰ったことありますけど、やっぱり1日がかりでしたし、新潟富山編もままにならない状況をなんとかしてきたんで、気長にやります。時刻表の確認できましたから、ということは10時22分の電車逃したらまさに地獄の始まりという、なんて言い方するんだって話ですけど、その間にいろいろ確かめておきたいと思います。電車の到着時間とかいろいろ。黒磯駅の改札で駅員さんにいろいろ情報をもらってきました。やっぱりですね、新白川で一度乗り換えを挟まないといけないということで、福島行きの電車との乗り換えの時間が確か5分ぐらいしかないっていう話だったので、同じホームに直列停車しているということなんで、新白川に着いたら乗車することを優先で行こうかなと思います。あと5分ぐらいですね、新白川駅の電車来るのに。新白川行きの電車が来ました。2分ぐらい早く登場です。今となってはどんな事情があったのかもう思い出すことができないので、はっきりとしたことは言えないのですが、新白川行きの電車は予定より3分ほど遅れて黒磯駅を出発しました。黒磯駅から新白川駅までの途中の停車駅はたったの4駅しかありません。そして新白川駅に到着するのはおよそ23分後となっています。途中の豊原駅を出発後、栃木県と福島県の県境を越えて白坂駅へと至ります。この旅行動画では全面展望映像の一部を抜き取ってお見せしていますので、黒磯から新白川までの全面展望を最初から最後までご覧になりたい場合は大変申し訳ないのですが、僕のもう一つの YouTube チャンネルバオシンフロントビューにてすでに配信されている JR 東北本線各駅停車黒磯新白川行きの全面展望動画をご覧いただければと思います。付け加えまして、この区間で最も記憶に残っていることといえば、オープニングでも申し上げました通り、この撮影をしている時に台風が接近していました。そのため県境を越える時に運転室のガラス越しにでも分かるような激しい雨が降りまして、この先のことが本当に心配で心配でたまらなかったのをよく覚えています。それではこの区間の全面展望も短い時間ではありますが、ゆっくり楽しんでご覧いただければと思います。
目の前にありました福島行きありましたけど大混雑ぶりだ。めっちゃ混んでる。人が多いんでなかなか映せないですこれ。こんな感じなんですけど福島行きの電車が止まってます。あれに乗らないと間に合わない。乗ってしまいます。なんとか間に合いました。ちょっと見づらいですけど向こうに新品川まで混んでくれた電車が今この電車は普通に行きましょう。まもなく始まりました。ご利用のお客様ご乗車になりましてお待ちください。そんなこんなでゆっくり別れを惜しむ暇もなく慌ただしく次の電車に乗って新白河駅を出発しました。新白河を出発してあっという間に白河駅着きました。このような状況ですから当然全面展望動画を撮影するような余裕など全くないわけで思い返してみてもこの時の決断に間違いはなかったなとそう思います。今深川を出発しました。深川といえば津倉屋駅のイメージがありますね。ウルトラの深川の次が水郡線の終点大阪長森。水郡線は袋田の滝を訪ねて以来全く乗ってないです。乗りたい乗りたいと思って全く乗れてない。現在地郡山です。郡山で10分ほど停車するということで前でも10分かけこがなかったんですけど郡山でも乗客が多かったんであまり移動しまわると座れなくなると思ってグッと我慢して待機してます。もうそろそろ出発です。ご案内いたします。この列車は郡山11時41分発、東北本線下り、本宮、二本松、松川方面に参ります。普通列車、福島行きです。まもなく発車をいたします。ご利用のお客様、ご乗車になりましてお待ちください。福島駅着きました。次は向こうに見える白石行きがあるんで、まあ、とにかく乗りましょう。39分出発だそうです。福島駅着きました。今日東京を出発したのが朝の5時なんです。ここで折り返すかなと思ったら福島が折り返しでした。というわけでこの電車に乗りました。これで白石まで行きます。
新白河駅ほどの慌ただしさはありませんでしたが、それでもあまりゆっくりする時間もなく福島駅を出発しました。次の白石駅にはおよそ34分後に到着だそうです。福島駅には福島交通、飯坂線、そして阿武隈急行線も乗り入れていますが、残念ながら青春18切符だけを使う今回の旅行ではこれら2つの路線へ足を向ける時間はなさそうです。興味はつきませんが、またの機会にしたいと思います。映像を見てすでにお分かりかと思いますが、この区間も全面展望を取る許可を事前に運転手さんからいただいております。繰り返しにはなりますが、白石駅までの全面展望動画に関しましては動画の概要欄の再生リストをご覧いただければと思います。それではこれまでの区間と同様、いくつかのシーンを抜粋してご覧いただく形になりますが、次の目的地までの全面展望をどうぞゆっくりお楽しみください。白石駅到着しました。次の仙台駅あります。仙台駅は16分出発なのですぐ乗ってしまいます。名前は忘れてしまいましたが、仙台へと向かう途中の駅でホームから白石川が見えました。ここまではなんとか順調に予定のルートを進めてます。仙台駅に着きました。この駅に降り立つのは多分1年半以上ぶりじゃないでしょうか。あの時は蔵王でうろちょろして天山線に乗ってやることがなくて仙台に来て、さあ東京に戻ろうかとした時に地震が来たっていう出来事があったなーってふと思い出しました。まだまだ北上しなきゃいけないので、今度は小田行きの電車を探したいと思います。どこかな、乗り場は。とにかく探します。小田行きは、あ、小田駅見えました。1番線ですね。1番線のホームで大丈夫そうなんで、あ、こっちだ。1番ホームこっちだ。14時36分。14時36分ならまだ余裕ですね。とにかく時間があるときにご飯だったり済ませておかないと、こういう各駅停車の旅の場合はどんどん遅れてしまうので。
もう電車来てますね。乗ってしまおう。小田駅に着きました。また乗り換えで次の電車が確か15時45分だったと思います。で今陸東線の電車が出発しましたね。では乗り換えのために階段を上がって次の電車は夏ホームに向かいます。小田駅って聞いたことあったけどこの辺りになってくると本当に初めてのところばっかりですね。あ、一ノ関行きがありますよ。一ノ関行きちょっと見づらいかもしれませんが3時35分ですね。行きましょう。来てるかな。来ている。こんな。来ましたんでね、乗りましょう。小田駅を出発すると青春18切符1枚を握りしめて始めた岩手花巻を目指す少しばかり過酷なこの鉄道旅行も残すところあと1回の乗り継ぎになりました。実に長かったです。この区間に関して申し上げますと小田駅を出発した時はある程度お天気も持ってくれていたのですが時間が経つにつれて天候が悪くなってきました。そして映像を見てご理解いただけているものと思いますが一ノ関駅系と至るこの区間におきましても運転士さんのご了解を得ることができまして僕のもう一つの YouTube チャンネルバオシンフロントビューで配信するべく全面展望を撮らせていただきました。この区間の全面展望動画はすでに配信中です。詳しくはこの旅動画の概要欄にある全面展望の再生リストをご覧ください。この少々過酷だった鉄道旅行も少しずつ終わりに近づいてきました。一ノ関駅着きました。いやここまでで結構かかりましたね。で今度は盛岡駅です。でも盛岡駅の電車が出発してしまったので次の電車を待ちたいと思います。ここまで来たら慌てないことですよね。今確認しました。次の東北本線盛岡行き5時20分だそうです。あと50分。あとショックな情報が一つ、明日もしかしたら SL 銀河走らないかもしれない。この台風そうなったらどうしよう。本当にこの旅行シリーズそのものが破綻してしまうんですけど大丈夫かな。まあとりあえず花巻に向かってみます。花巻到着は6時12分だそうです。とりあえずここで待機します。一ノ関まで送り届けてくれた電車が去っていきます。また小田へ戻っていきます。
次の東北本線盛岡行きの電車が来るというホームに降りてきました。といっても何もできることはないんですけど、ただひたすら待つしかないんですけど、やっぱ台風の影響があって大船渡線はもう運休しちゃってますし、まあ、なんとか盛岡行きの電車は動いてくれてるんで、それだけが救いですね。今のところ雨はひどく降ってはいませんが、明日の天気が心配ですね。盛岡行きの電車来ました。今入ってきます。2番ホームに入ってきます。これでようやくこの旅の最終目的地花巻に行けます。宇都宮からざっと10時間ぐらいかかりました。でもこれでやっとゴールです。もうすぐ出発です。やっと花巻どんな街なのかこの目で確かめることができますね。一ノ関駅出発です。また来ます。というわけでようやくこの旅行の目的地花巻駅に到着しました。宇都宮を出発してからおよそ10時間かかりました。途中で野暮用をして時間が伸びてしまったっていうのもあるんですが、しかしまあ辺りは結構雨降ってます。この様子だと明日 SL 銀河走ってくれるかどうか微妙な線になってきました。これから改札に行って明日の運行状況を確認したいと思います。あと花巻について僕の知っている範囲の情報をお伝えしたいんですけれども、花巻は明治大正昭和を生きたあの有名な童話作家宮沢賢治の生まれ故郷、そして岩手といえばわんこそば有名じゃないですか。わんこそばの発祥の地はこの花巻なんです。それもまた今後の楽しみの中に。ラッキーでした。今アナウンスありましたけども、大雨の影響で次やってくる電車が最終電車になるということでしたので、なんとか間に合ってくれたみたいです。ちょっと大変な事態の中始まってしまったこの岩手貧乏旅行第1話なんですけれども、どうだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録をお願いします。天候ばかりはどうしようもないので、今後のことは天候の回復具合を見て決めたいと思います。ちょっと大変な出だしになってしまいましたけれども、最後まで見ていただいてありがとうございました。